警視庁は元日の能登半島地震で警察の活動を著しく妨げた嘘の救助要請などの SNS への書き込み対策について取り組みを始めたばかりなんですがやっぱりどうしてもあの、まあね、匿名で投稿できるこの SNS というのを悪い方向に使ってしまう方も ね、一部いらっしゃるということであの、ね、そういった書き込みなるべくあの本当に惑わされないでほしいですし、はい、それを拡散することもよくないわけですから情報収集というのは的確に皆さん慎重に行うようにしてください嘘の情報に惑わされないようにしてください。